私の名前は本田宗一郎、1906年11月17日に日本の三脇という小さな村で生まれました。10代の頃、私は自動車整備士として働き、そこで貴重な実地経験を積み、エンジンについての深い理解を深めました。戦後、1946年に本田技研工業株式会社を設立し、二輪車の生産を開始しました。私たちの最初のモデルは、ホンダドリームでした。 1959年にホンダは、歴史上最も売れたオートバイの一つとなる小型オートバイ、ホンダスーパーカブを発売しました。私のイノベーションへの取り組みは、オートバイの枠を超えて広がり、1973年には世界的な成功となるコンパクトカー、ホンダシビックを発売しました。私は1991年8月5日に亡くなりましたが、ホンダの伝統とイノベーションへの私の取り組みは生き続けています。